や久々ですよね、コロセットの前ですね。おしゃれじゃないか、本気で食べない、ね、今日はね、男女7人の評判編、はい、コロセット覚えてるでしょ。おじさんもどうもご無沙汰しております。ドラマの時はお世話になりまして、大竹さん全然覚えてませんでしたよ。ひどい、そんなこと言ったら傷つくじゃん。覚えてたから挨拶したんですよ。そうですか、さっき覚えてないって言ったでしょ、うん、忘れたんでしょ、うん、それでも挨拶しますもんね。いやー本当に疲れてるらしいです。大丈夫ですか。私ロケ行って大丈夫。車の中寝てたんでしょ、うん、まだ寝癖のままです、ね、来たな来たなだから物食べながら喋ったら来たない、今日はね、さんちゃんしーちゃんの何でもと、はい、こういうバラエティやるのは初めてでしょ。初めてね。だから正面向いて今日はお話ししたり、エンディー集を見したり、名場面集を見したりね、食べなかったけどもね、いっぱいせなあかんのですから、今日は頑張ろう、頑張ってね、はい、行きましょうね。まずはね、NG 集を見てほしい。じゃ我々ね、NG っていうのはあんまり出せないでしょ、うん、これがねあるの、意外とあるの。2回ぐらいはあるかもしれない、3回ぐらい、6回ぐらい。今日はね、その何回かのうちね、一つおもろいの 2,3 本選んで、はい、ここでお見せしますしね、します。で後でまた名場面集が出てくる、はい、これがまたいいですよね、はい。で一つ、はい、最後までよろしくね、はい、舐めてまうのかよ、ね、じゃあ行ってみようか。どこへ。一番最初にインタビューした人、私は一番いい男。これは第1回目の放送の一番最初の人、一番いい男だって、一番一番って言うから言った通りにしないと千秋また怒ると思って。どうかも、いいじゃない、お友達もいるんだから。ああ何をすんねやもう。俺この女嫌、よかったあんたに頼まれないよ。あんなこと言ったんだ、ひどいね。でももう来るのよ。じゃあ何を見ろ。桃子が好きならはっきりしなさいよ。誰が認識したとか言わなかったらおしまいになっちゃうのよ。桃子とのこのこと、桃子とのこと。桃子とのこと、そっちがどけたらいいでしょう。レディーファースト。どこにレディーがいてあるんでしょうかね。あ、ソラさんかな。ごめんなさい。いいわよ、上がんなさい。そう。どうしたらいいんじゃ。何何ちょっとおかしい。演技だよ、演技だよ。
そう、今のは私しか映ってなくて自分が映ってないと思ってすごい顔して、いつも自分のことしか考えない人でしたね。よう、そんなこと言いますね。今の VTR 見ました？何が？ NG 出した後、男の頭殴ってましたねえ、これで僕の楽屋のね、ポジション分かったでしょ？何が？女優様に気を使いね。女優様本当にあっちに行っては綺麗ですね、こっちに行っては似合いまんな、その服。そ、俺も女優さんと一緒にあんだけ気ぃつくったドラマ初めてですよ、本当に。まあ初めこれ第1回目やからね、かなり僕も気を使ってる頃なんです。そう、ね、それあの時は変な顔してなかったんですよ。僕してたよ、もうすごい。 どんな顔してました？こんな顔してそれで自分が映ってない時は絶対変な顔して、であの私がだけしか映ってないと笑わせたりとかしてました。そうでしたか？そうだよ、私はちゃんとお芝居やりやすいようにちゃんとあの悲しい時は悲しい顔とかしてんのに全然やってくれない人だなって、結局自分本位だなっていうの。そうですよ、自分しか信用するもんないですしね。セリフを言わないでよ。いや、人間ってのはもっといいもんですからね。いやね、そういう名台詞も後で出てきますから。はい、でも初めて僕とあの会った時でどうでした？初めて会ったのは、うん、この曲じゃなかったの。そうです、あの8チャンネルの。さんまのまんまだから。そうそう、ね、その時、あ、でも一番最初に会ったのは、MBS。 そうそう、うん、これはこの曲だよね。この曲です。であって、あのビークな気分で、あの時ほんの一人のこと言いましたね。なんて言ったんだっけ？歌い終わってから、さんまちゃんかわいそうに風邪ひいてたの。あれ絶好調でしたよ、あの歌歌った後。でも歌っていうか、なんかなんか喋ってるみたいな。あのね、最近歌も習ってまんね。本当？そうです。真っ赤な嘘とかって言うんですよ。今度こうたちゃいますか？買うわけないじゃない。やっぱりね。嬉しいお答えありがとう。いや、僕はね、やっぱり、初め大女優大竹しのぶさんと共演できるっていうので、それはね、一日寝れなかったの、前日は。嘘ばっかり。いや、本当に本当に。ほんで池上君子さんでしょ、角地加子さん、うん、ね、それ奥田英二さん、それ鶴太郎さん、もうこれは楽でしたけどね。あとのやはりね、小川みどりちゃん、小川みどりちゃんと、小川みどりちゃんもテレビのレポーターでしたからね、うん、あの頃あのドラマなんかやってなかったんです。そう、初めて。これで番組紹介の時に、番宣の時に。ちょっと待って、こういうテレビとかになると普通より声が大きいんですね。なんか細かいことチェックしてると、なんか力が入ってるから、おけっテレビやから国民が見てるから一応力入れるでしょうから。楽屋みたいな話、おもろいことも何ともない、まあ、楽屋の場合おもろい方がね、楽屋の方がおもろいか分からんけどね。いや、 そんな話はお前に。そやからね、うん、あの時ね、小川みどりちゃんがね、うん、レポーターから役者に、ね、転向して芝居するた時に、うん、俺レポーターこのアホんだなという気持ちが強かったですからね、うんうんうん、やっぱありましたでしょ。そんなになかったけど、ちょっとはなかったけど、あのそう言われてみればちょっとあったかなって思う。そうでしょ、俺この小川みどりと、ね、一緒の絡みのシーンがあったら絶対セリフ言えへんと思ってます。そんな顔を怖いほどやるほどはない。そうですよね、うん、でもいい人だったんで。すごい上手だったし。でもああいう TBS のレポーターを仲間にすると便利ですよね。なんで情報とかこっちにくれますもんね。さんまさん気をつけた方がいいですよ、ね、そうそうそう、あれあれあれ2回助かりましたよ。いや本当ですよね。で今は僕と大竹さんの NG がほとんどでしたけどね、うん、僕たち2人は本当にね、この7人の中では本当に少ない方なんですよ、ね、今意地悪で繋いでたんじゃない、なんか、まあ、一応今日はね2人が司会やからということで、うんうん、パーソナリティやからということで2人の作ったんですけどね、うん、あとね、いろんな人がやってるんです。これをね、どうしても見せっていう VTR の Q1 つどうぞ。うまいうまいよーい、あっ、そのそっち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 やがった。あんまし美味しくない。
かどうったら退屈せえよ。私も退屈せん。そりゃよかったな。ほっときゃ歯が出てるから知らないないか。本当に歯が出てると出ちゃうんですか。すごい質問してきてありますね。なんか3回今ご飯粒が一粒ずつ、ね、本当にね、歯が出てるとご飯とか出やすいの。だって面積がここ広くなるんですか、大体が。なんで歯が出てるからこう止まらないでしょ、普通の人みたいに。こうなってたらこうなってるんですから。いや、歯があって見たらわかるでしょ。前から出前の知ってたでしょ、うん、ねえ。みんな知ってると思う。そうね、歯が出てると、だから僕ご飯食べると下品や言われるんです。さっきオープニングでもご飯ポロ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 落とすでしょ。うん、出てだらしないですしね。その昔から食べ物に対してね、貧乏人の息子やったからがっつり食べとったから。あ、そんな大谷さんみたいにね、お嬢さんでね。え、ごめんなさい、わざとそういう暗い話にしようとして。仲良く言いまんがな。この人貧乏人の子でしたよ。そんなこと思われるの。金持ちでしたらよう、そんなこと言いますね。もうそんなこと言ったって、そんなこと言ったって。なんでの。そんなさんまさんが出てるテレビとかは見てる人は多いから。ああ、私ん家にテレビがなかった話とか有名になっちゃったんだから。え、昔なんかみんなテレビなかったんです、どこの家も。32年生まれでも。それはね、それはちょっとありましたよね。いや、テレビあったんですけども、どっかの人が持って帰ったんでしょ。そこまで言わなくてもいいじゃない。いや、今言うてほしそうな顔したから。もう受ける話は本当好きやから。だってそれはこういう2人とかみんなで話してる時とかはね、いいけどね。これはそのみんなっていうのはもう日本のみんなになっちゃうわけだから。だから日本のみんなを仲間や思うたらいいんですよ。その代わり私半年ぐらい黙ってましたね、あのおねしょした話は。ねえ、あれは我慢したんです。言わんとこ言わんとこ思ったんですけどね、とうとうすいません言ってしまった。あんな面白い話なかったんですもん。次は CM よ。ごめんね。あのね、今日は番組最初言わなかったんですけど、スタッフも、うん、もう何もかもがあの男女7人の時のスタッフなんですよ、ね、カメラさんも音声さんも、ね、そしてメイクさんも、うん、ディレクターもプロデューサーも、うん、全部あの男女7人の、うん、中野ちゃんもフロアも、うん、全部男女7人のスタッフでやってるんです。だからね、バラエティ番組は初めてなんです。みんなみんなあのヒゲのショーの本番前から緊張しまくってからね、もう大丈夫かな大丈夫かな。大丈夫、バラエティーなんか、ま、生なんかやったらすぐですから。待てろ、最初台本読みだけやっとこうかって、ね、やっぱりドラマ班ですよね。今度は明菜ちゃんのドラマを やる人なんですけどもね、うん、まあね、カメラさんもいつもドラマやってるから、台本にね、カメラ割れなんか書かれて、ねえ、ちゃんといけるけど、バラエティなんかどうカメラ割りしていいかわからんから、たまにバラエティトークしてない足舐めなんかしたりして、ね。そういうこともあるかもわかんないですから、さあ、そういうことでいきましょう。さんちゃん、しーちゃん、とっておきビデオ。あったね。ありましたね。まあこんなん誰でもありますけどね。そうなんだ。あのね、とっておきビデオ、あれかかる、あれ今、あれ何が、あ、ごめんなさい、どうしたんですか。とっておきビデオって言ったら、うん、それが出るんじゃないの。違います。そっからね、こういうビデオ流しますって言って、前日に台本ぐらい読んできなはれや。ほんまにドラマのセリフは覚えてんのに、バラエティの進行は覚えないんですね。はい、ね、はいよ。それでね、うん、まあ、大竹さんじゃ、僕一番びっくりしたのは、うん、ね、本番前しんどかって、何しようが、うん、だーっとね、バーっとしてて、本番になるとピャッと元気になる。これがすごい、ね、そう。でも同じだよね、瞬間芸みたいな。いや、僕らは前日からここはこういう、嘘ばっかり嘘ばっかり、何を言うてまんねん。あれ何回稽古したと思います。嘘僕、何が、何本あったんだっけ、あれ、10本、10本あったうちお稽古をしたのは成田空港で、私がさよならした後の最後の顔だけ。すんません、あと鏡の前で3時間。
そんなことお前8話から力入れましたからそうだ ね, ねちょっとねもうぶち上げて話しましょう1話2話3話はね掘ってましたそうだよねなんか全然で順番通りにドラマって撮らないからで途中とかだと全然台本読んでないから意味全然分かってないで言ってたりしたこととかもあったのにねそんなこと別に言いつけでいいでしょあったよそれでなんか分からないけどなんか大阪から帰ってあのリハーサル室に飛び込んできてすごい真剣なシーンなのに「ようなんとかで」って明るく言っちゃってみんながシーンとしちゃったのを感づいて急に暗い声出しちゃったとなんていい加減な人なんだろうとか思ったいや忘れません千秋さんと別れるとこですよねそうそうそう全然向こうがね知りまへんでした台本読んでないもんやからほんならどうしましたってねあの番組では千秋さんどうしましたっていうのをそんなも読んでへんもんやさかい千秋さんどないしましたほんで千秋さんが泣けないよそんなのごめんねって思ってそんなたちゃんとやりましたからね、うん、一応ね最後だけねでもねメリハリ激しいのはあの大竹さんですよ俺ほんまにこのね VTR をぜひ見てほしい嘘ほんまっちゅうおなごや思いますおなご嫌なやつ嫌な女優根性丸出しやつ嘘俺もうこれ見て嫌いになりそう見たの見ましたじゃあ消してくださいあのね書けないでいいです勝負さんさあ行きましょう VTR ストップいやストップって何スタート VTR スタートほらだってこれ寝てないと気持ち悪かったこの後見てなれや酔ってたんだ多分1時間しか寝てなくてねえねえねえ抽選抽選何の席替えまたするのああよまあこれはプロフェッショナルですよ認めましょう違うもっと人間として大事なものをね失ってしまってますよどうしてしんどい時はしんどいなりにだってあの時は前の日がすき焼きのシーンかなんかで本当帰ったらもうラジオ体操の近所の子がラジオ体操に行く時間だったのに知らないそれで大竹しのぶさんおはようございますとかって言われて、うん、私は帰ってきたばっかりで、うん、1時間しか寝ないで船のシーンがあって、うん、もう気持ち悪くて気持ち悪くて、うん、で鶴太郎さんとかもみんな寝てたんだよねそうそうあれ一度具は流れませんけどねカメラが鶴太郎さんのところへバッと、ね、鶴太郎さんこうして悩んでるシーンなんですカメラフォーッと振ったら寝てたんですねあの時全員寝てなかったの一睡も前日緑山で、ね、6時半までやった朝のそうそうそう緑山の朝は早いって夢になりましたほんまにコーヒー飲んだのかいな思ったかなそうそれで、まあ、飲みませんでしたけど私の顔を見て昨日大竹さん5歳は老けて見えまんなとかって言ったんですよいやで自分だって粉吹いてた本当にねあの時ね僕びっくりしましたわシワがいやーね、女っちゅうのはねえへんとねえいきなり20歳ぐらいの女の人がおばあちゃんみたいないやいやそれもそうですでもあの時化粧のりも悪かってそう悪ったらすぐピリピリ響いてあれびっくりしたわ化粧のりが悪ってこけたら顔取れたっちゅう話なんですよそればっかりもええ、まあ、そうですけどまだまだあるんですよまあ私のもあるんですけどね早くそれが見たいいい加減なのでも大体いい加減だもんねいつも誰に喋りかけてもらえないフロアに喋らんとカメラに向かって喋らないね大体いい加減なのよ、うん、いやそれではまずはこちら佐々木さんと千秋さんのシーンからどこだろうタクシーああタバコ吸って何すいません一人で一撃でいちいちそんなこと謝るもんじゃないの。はい。はい。何？いえ、いいんです。どうしたんだ
この後ちょっと見といてくださいね。うん、セリフ忘れちゃった。いやいや、あの何オッケーですか？あ、オッケーが出なかった。やっとこましたるけゴミ箱の上で今ね、何言ってたの？まんまさんが見たくまんまゴリラが腹減っちゃうよってわけわからない言います。やっちゃう。すごいいいことを言う人じゃない。桃子にいつも言われてるんだ。何ですか？信じられない。あなたは本気で男の人を好きになったこともない。かわいそうなキミコちゃん。真剣なシーンなのにゴミ箱の上でなんとかとか信じられない。人のこと考えてる暇お前でした。なんでそうなの？あれは、うん、スタッフが疲れてるでしょ。みんな、うんうん、徹夜で何時間も撮影してるわけですよ。僕は僕ら演者よりもスタッフの気持ちを仕事するようにで和まそうとして僕は歌って。なんて歌ってたの？あれえなんて歌ってたの？さんまのまんまの歌で。本当？そうですよ。どういう歌？え？さんままんまって。そうですよ。ゴリラが出てきてとかって言ってた。ゴリラが腹減ったよ。知らなかった。いや、そんな話してもちゃいますよ。男女一人の話ですからね。はい。ああいうことをね、わーわー言いながら照れるんですよ。我々そんなお笑い芸人がね、ドラマの前から役作りしてですよ。あ、台本読んで、うんうんとか言って。うん、でも始まったらちゃんと一応やってるじゃないですか。そう、上手だなって思ってます。そうですか。褒めていただきましてありがとうございます。ああいう夜中、あれが1時か2時頃ですよね。そうだね、気安く近所の人から苦情を言われながらねえねえ、まあこれはこのドラマのディレクターっちゅうのはええ加減な男しかできないですよね。近所のおっさんと揉めてたの、すいません、どうすいません、相棒ごめんお前、おっさんとこれダメ言うとんねやとか言ったの。いや、すいません、もうすぐやりますから、行きまーす。あれほど激しいスタッフはいてないですよね。でもみんなこう、そんな文句言う人とか全然いなかったよね。この撮影中ですか？うん、知らないだけですよ。そう。タレントには教えてないだけですよ。文句言ってた？ありましたよ、場所は言えないですけど。喧嘩したんですね。誰が？え？ディレクターが。嘘。そのディレクターが喧嘩ね、今日は何しとんねんこんなのお前、こんなとこで撮るなって怒られてる最中に、うん、ディレクター怒られるの嫌やから、うん、若いディレクターに、うん、AD の人に お前謝ってこい言うて、うん、その二人が嫌争いしてる間に、うん、あのシーン撮ったことあったんですか？ああ。その間プロデューサー何しとったか言うたら、うん、怖いからって逃げとったんですよ。あんなええかげんなプロデューサーおらん言うて、本当に。まあ武さん言うんですけどね。あの竹さん、すごい、ね、もうね、会話は竹ですと言うまで電話なんかあのが25回ぐらい出てきますね。もしもし、あのもしもし誰、いや、竹です、早いよお前は。いやいや、オタクもですけどね。あのね、次の VTR が面白いんです。何これはね、俺誰かね、視聴者が見つけて、うんうん、はがきを送ってくると思ったんです、うん、大竹さんが全く関係ないシーン出てるシーンがあるんです。あー、出た出た出た。これをね、うん、誰かが見つけてね、はがき送ってくると思ったんですけど、誰も見つけることができなかった、うん、大竹さんがエキストラの中に入って演技をしてるシーン、ね、ドアだって、ドア開けろ。あんまり面白くなかったね。うん。これは箱崎。吐いた。私と心配なんかすることないでしょ。本当に立ち合って
られんのな。これどうしたの？誰あれ？僕ですよ。裸ん坊なの。というと、その前のシーンで服がびしゃびしゃになって、衣装さん、トラボルタが、トラボルタって分からないと思うんですけど、我々はトラボルタって言うんです。あのトラボルタが衣装をアイロン当ててる間に、うん、リハーサルがあったんで、うん、ああいう格好をしながらやってたんですよ。ね、5時間ぐらいかかったもんね、あれ。あれ、真夏で僕ら震えてたんですよね。そう、ガタ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 。僕ね、大竹さんがバッと僕がね、あの、なんか、スキャレって振り返った瞬間、うん、大竹さん唇がね、ガー震えとったんですよ。うん、俺ね、なんて演技の上手い人や。ほんまに寒かったらしいよね。でもあれは、心が震えたから。うまい。でもあの5時間、あの雨の中は偉かった。ごっつい扇風機持ってきてね。それで雨を、ホースでぶわー水まいて、うん、扇風機の風当てて雨みたいにして見せるんですか。痛いんだもんだって当たると。痛いですよね、もうすごいって夜中の3時ぐらいまでかかったんだよね。そうです。最初見てる人もわーとかって言ったんだけど、だんだん減ってきてうるさいなとかって文句言われちゃった。夜中の3時やろ、うわーいう音ですもん、ね、でもあそこのシーンは良かったシーンでね。そうです。もうね、この番組見てるね、うん、ほとんどの女性があのシーンで泣いたと言って、うん、でも私なんか濡れてる顔見て、うん、誰かに似てるなとか、俺お前が好きやねんやっていうのどっかで見たことあるなと思ったら、ブラックデビルだそうだ、あれね、髪型がね、ちょうどね、こうなってて雨で濡れてペチャコになってて、うん、ね、お前が好きやねんやこれは言わなかったよ。そうなんですよ。あれは似てたね。ほんで笑って1回 NG 出たんですよね、ブラックデビルに似てる言うてね、うん、大変でしたよ。さあ続きましてはですね、はい、ももこさんの部屋、うん、ちょっとこれも面白いですよ。何、全部見たの？もう僕は全部見ましたよ。ずるい。これ編集が立ち会いましたもん。嘘嘘でんがな。そうです。それではいきましょう、 VTR 9。合わなかったね、ごめんなさい。お前遅れちゃうか。痛いなお前は。これね、そんなバカ。一回目ね。お前の遅れちゃうか。これが本場で使われこれやな。これが本場で使われたやつなんですね。3回パターンを書いたという。起きようかな。天井や金持ってなかったらお前どうにもならんやろ。お前どないしてくれんねや。私のせいみたいに言わないでよ。お前がこうもた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 してるからやないかい。もたもたなんかしてないじゃないよ。暗証番号間違えましたね。後ろからごちゃごちゃ言うからですね。5000円しか出してないやないかい。いくら下ろそうと人の勝手でしょ。もっと出せよ。5000円くらいだったらそこら辺で落ちとるやろ。落ちてますかね。お前殴ったよ。殴ったのか、お前は。帰れ、バカ。中途半端なお酒で覚えなかった、バカだれだ。これは僕が、起きましたね。もう一度取り直したい。起きてまっかね、言うの。あれがヒントで、僕はひょうきん族で、ギャグ、どっか落ちてまっかねっていうのをやってたの。嬉しい。ギャグはどこにあるの？貧乏のところで。そうそうそう、庄司なんか、うん、ね、村上庄司がよくね、うん、ギャグ言って滑るでしょ、うん、受けなくなった時に、うん、ギャグ追ってまっかねとかにっていうのは、あのシーンで大竹さんがあれをやったのを、うん、心の中にずっと残っていて、うん、いつか使えると思って使った。
じゃあ私に断りもなく感謝してる。いや感謝してるというか見つけた僕ですよ。なんで？え？あれ使えるな、ギャグで使ってないでしょ。使ってない。だってドラマなんかで使えない。追ってまっかねえだって金山君が、いや、もうよっと作っとったら僕やめようと思ったんだけど、織江物語とか見とっても作ってないから、あの、これは作ってもええなと思ったんだ。駆け落ちもわざわざ見に行きましたら作っとるかな。嘘ばっかり。嘘ばっかりですよ、すごい。あれも夜中の2時ぐらいなんだよね。夜中ばっかりでしたよね。そう、それでもう体も心も疲れてたんだけど、うん、さんまさんのマネージャーの人とかが、うん、このシーンはちょっと面白いとかって言ってわざわざスタジオに見に来てくれたから、よし、吉田さんのために頑張ろうとかって思って頑張ったの。そうです、僕ら吉田のためにやってると思うんですよね。ね、吉田がこの男女7人の不安やったんですよ、あんた。ねえ、それで横駅で入れ合わせる中もいいですね。お前うるさいわ今。でも自分のところしか見なかったでしょ。うん、大体僕なんかドラマのストーリーはっきり分かりません。いやでもね、庄野さんね、このディレクター、うん、あの人が無表情なんですよね。そうそうそう、ポーカー庄野言うてね、顔が変わんないんですよ。ひげ生やしてね、人形みたいな顔になって顔笑わないんです。これで僕らが面白いシーン自分だってね、あの、さまちゃんとしのぶさん どうするとか言われて、あ、いや、あの、こうして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 って、カメラマンの人とか、うん、大勢さんとか、いや面白いねー言うてくるのしのぶさん無表情なんですね。ほんでね、あの、おもろことないですか、面白い、うん、怒りながらですよ、その人。あれかなり揉めましたよね。うん、ね、そう、 OK の時とかも OK っていうぐらいだから、私たちの性格としては OK だよ OK とかって言われる。グーグー日本一とか言ってほしいのに OK。 おいおいおい、その代わりあの清弘さん、そうね、あの、これは庄野さんと清弘さんというディレクター2人とってたんです、うん、あの清弘さんの OK は好きですよね。あのあの普通ね、シーン終わって、うん、OK! はい OK! っていうのに清弘さん、グーッ！はじめ誰か引き付け起こすのよ。マジですよね。いろいろディレクターによって来てあるしね。褒められるのが好きなタイプだからね。それであのカメラマンがこうカメラ撮ってて吹き出すの好きでしょ。そう、やったーとかって思う、ね、あれは好きですよね。ライトの人とかこうやって持ちながらクーッとかって笑ったりするとやったーとかって。そう、大勢さんなんかこうしながら、でも大勢さんが時計見ないの嫌ですよね。あ、何回も NG 出してたらね、これがね、おいおい時計見な見なって言うんですよ。いろんなことがありましたですよね。さあ、続いてはこれでございます。はい、 CM です。さんちゃん、しーちゃん、金曜チェック。さあ、この金曜チェックというのはね、はい、某テレビ局で、はい、ね、某番組がやっておりますよね、はい、あの金曜チェック、これはあのパロディーでも何でもありません、マネです。これをね言うとかなあかんからね。これは桃子さんの部屋ね。そう、懐かしい。さっきのところ私説明するの忘れてました。あれが涼介の部屋だったんですよね。もう半年もね、もう半年経ったの、終わってから半年経ちました。それからこの番組見てた人もほとんど忘れてるとは思うんですけどね。そうだね、早いもんですよ。この金曜チェックっていうのをねやってます。ちょっと大竹さんにもね、はい、大竹さんがどれだけ桃子に近いかって、うん、ここであの丸つけて鉛筆あるでしょ、これ、ええ、マジック、あ、マジックね、うん、そんな細かいチェックはよろしいです。で桃子のチェックのしますから、はい、今から皆様にも、見せますのでね、はい、それをですねやっていただきたい、丸をつければいいの。そうです、そうです、合ってたらね、合ってたらね、わかりますよね、うん、これをですね番組前に竹プロデューサーがやっちゃったという。そしたら私桃子に近い年が全然遠いやないかいってさっきも説教しておきましたんで。さあそれではいきましょう、皆さんも楽しんでくださいね、一緒にやりましょう、桃子のチェック。どうするの今から VTR 出ますか。あ、そう、目覚まし時計の音が嫌いだ。どっかで会った、会うたからこうしてここにおんねやろ。
夕べ仕事の打ち上げで飲んだのよ。頭に来たことがあったからどんどん飲んじゃって。酔うと記憶がなくなる。なき3人でサマーコンサート。サマーコン、あれ今日だったっけ。今日だった。全然忘れてた。友達との約束をたまに忘れる。別に何もなかったのよ。そんな男じゃなかったから。いい男だったらそのまま行っちゃったりして。男のことはつい自慢げに話してしまう。あのね、私つけてないと眠れないの。私暗くしてないと眠れない。部屋を真っ暗にしないと眠れない。素敵ですね、そのネクタイ。うん、とっても素敵。いい男には平気でお世辞が言える。俺はな、それほど女に飢えてないね。さあ、いなら。ちょっと何が。ちょっと来て。帰ってきたらね、水が持ってて流しびしょびしょなの。物を頼む時だけそのような声出すねんな。人に物を頼むのがうまい。きんぴらごぼうと、おすかしと、それから肉豆腐で味噌汁とご飯。はい。おったんかい。おったんよ。一人で外食する時が多い。お料理全然美味しくなかったね。1万円も取って。何よね、あの伊勢エビ。肉なんか全然ついてなかったじゃない。干からびたのがちょっとだけね。それとあのお肉、噛んでも噛んでも噛み切れない。結婚式の料理の質にこだわる。もうすっかかるんだから香りは。誰に恋してんの香り。まだ終わってないの前の。前って。どうしてそういうこと言うのよ桃子。みんなの前でどうしてそういうこと言うのよ。問題発言が多い。あと1分やろ。1分はい。じゃあお伝えしますが、もう一度始めてお願いします。どんくさい女やなこの女。落ち着いて。機械に弱い。やっと。やっと何かあったの。何もなかったよ。何かしたの。何にもなかったって言ってねや。いや、アホみたいな笑い方するんだ、バカだ、もう。なんちゅう格好しとんねや。パジャマ姿で外へ出たことがある。大胆じゃない。すぐ好きな男にくっついてくるでしょ。そんなこと当たり前のことじゃない。そうか。そうよ。嫌いな人についてたら問題があるけどね。男に対して大胆だ。桃子はごく普通のお嫁さんになる分が似合ってんのよ。やよ、ごく普通なんて。私は平凡で終わらせたくないの。平凡が一番いいの。よくない。平凡な人生だけは送りたくない。あなたなんか大嫌い大嫌い。好きな人に嫌いと言ってしまう。好きって言ってしまいます、うん、好きな人には。僕のこと嫌いな人は嫌いって言ってしまいます、うん、言わない言わない。嫌いな人の前でも好き言いまんがな。さあ、これがですね、大竹しのぶさんの桃子のチェック。ほとんどやっぱり丸でした。これやっぱり桃子に近かったんですね。そうか。これ全部丸。酔うと記憶がなくなるっていうのは、これお酒を飲まないだけですよ。そうだね。飲んだらなくなるか分かんないですよ。そうかな。うん、これ丸かも分かんないですよ、うん、一人で。あ、これは結婚してやるから、うん、ないですよね。お子さんもいてやるし、うん、あんまり料理はこだわらないんですか、うん、うまいまずいはっていうか、結婚式だからそれはね。あ、なるほどね。お祝いだから。問題発言が自分で二重丸つけてらっしゃる。私が一重丸つけたら中にちっちゃい丸書いたんじゃない。失礼しちゃう。そんな問題発言多くないよ。いや、そんなこと言いますな。
なんで？スタッフとかプロデューサーの前で行く、どれだけ問題発言しました。気づかないわけです。私全部後で尻拭いしときましたですよ。そう、あ、だって言えって言ったから私は言った通りに言ったのが問題発言になったんで。何言いました？打ち上げの時、竹さん嫌いって。そうですよ。あ、せやせや。結局私が損してるっていうことじゃ。でも面白くないとか言いますやん、すぐこのシーン面白くないとか。あれはスタッフはみんな一生懸命ね、カメラあると考えてるのに面白くないとか言うと、これは一応問題発言でしょ。そうだね。そうでしょ。この衣装なんかでもこの衣装気に食わないとか言うでしょ。そんなこと言わないよ、もっと上手に言うもん。あ、上手に言う。どういうんですか。だからこれいいねとか、でももうちょっとこういう方がいいかなとか。あ、なるほどね、言い方見るわけですよね、うん、男に対して大胆だって。これがですね、まるで何個丸って言うの。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10。これは私は三角にしたんですよ。平凡な人生をだけは送りたくない。だって私平凡じゃないでしょ今。平凡じゃないですよ。だから平凡な人生を送りたいなって。あ、送りたい、逆に、うん、ずっと平凡じゃないから、うん、あ、なるほどね、うん。平凡だったら平凡な人生を送りたくないと思うかもしれない。ややこしいね。ややこしいですよね、まあ、一応丸にしときましょう、はい。だから11個丸でしたからね。あなたは桃子です。やったあなたは桃子です。でもこれはなんかいいことなの。そんなにいいことじゃないみたいだね。これはいいことないですよ。桃子っていうのはこうして客観的に見るとひどい女ですもん。そうだね、なんか、そして6から10、あなたは小桃子です。言いにくいな。あなたは小桃子です。そして1から5、あなたは偽桃子で、あなたは千秋です。なんだ私、パジャマ姿で表出たことがあるんですか。違う、あの中学の時にバレー部に、あ、って高校生の時にバレー部にいて、うん、朝練っていうのがあって、朝の練習ね。そう、それで更衣室で着替えたらパジャマ着てた。それまで気付きまへんでした。そう、だから寝ぼけててパジャマの上からこうやって着ちゃったの。だから全部、いや、スカートでしょ。そう、下にパジャマが出てるの気が付かなかったんですか。でみんなにすごい笑われて、それからは気をつけようと思って。あ、それは表歩いてたんですか。本当、いや本当だ、それ自慢できることやばいの。一回だけだけどね。いや一回で十分だから。そういうことしたことあるんですか。これ昔ですよね、うん、やっぱり桃子に近かったんですよ。そうだね、だからあんなに完璧に演じられたんですよね。でもね、ほとんどの女性がね、丸をつくとほとんどの女性は桃子が多いんですよ、こういうタイプが。そうなのか、やっぱりみんなやったらね、一応丸だと言ってましたけどね、うん、男に対してどういうところ大胆なんですか。だ、いや違うわ、これは私がつけたんじゃないよ。え、これ私がどうしようかなって言ったら、丸って自分で書いたんじゃん。どうして。え、大胆かな。大胆でしょ。そうかな、過去を振り返るとちゃんちゃん。いや、いろいろね言われたでしょ。何スキャンダルとか。そう、僕らもほんまに大胆になるんですよ、あれで。うん、笑ってどないするんですか。これはそうですよね、面白いようになりましたですよね。あ、やっぱり真っ暗にしないと眠れないんですか。部屋は真っ暗。そうですね、部屋は真っ暗にしないと、うん、なんか落ち着かない。はあ、うん、今まで演じた中でこの役が一番もあの大竹さんに近かったわけですか。でもそう言われるとなんかちょっと勝手なような気もするしね。桃子ってのは勝手ですよ、だから私は演じてただけだと。いいえ、十分勝手です。言ってたでしょ、マネージャーも。なんて、この味噌汁女が言うて、わがまますぎる言うて。だってそんなのは、そんなホテルでね、ホテルで、あの話しましょうか、そしたら、うん、こんな大竹さんがわがままかどうか聞いてもらいましょう、うん、ホテルにね、撮ってくれたんです。はい、終わり。 CM だって。 CM?、うん、だからドラマン嫌いやね、オンタイムやから。ねえ、 CM
こんなこと人前でやってたんですね、我々。難しいですね。こういうの特集されると嫌なもんですね。ちょっと変わってる人みたいだよね。僕がね、人前でやってるんですもんね。ね、平気でね。でもラブシーンの上手い俳優さんとね。奥田さん上手だね。奥田さんはね、あれね、変に本番だけね、さあ行くぞと思うと逆に上がるんですって、奥田さんは。だからドライから行くんですって。ドライからやってたの？奥田さんドライからですよ。嘘。本当ですよ。ドライからやってて、おねスタッフがうわドライの人言ったんですよ冗談抜きで。ドライカメリアランスルー本番と、奥田さんは相手に対してもそっちの方がいいと思ったんです。でもちかこちゃんは良くないと思ったかもしれないもんね。いやでもそれはやっぱり奥田さんがよしこれは俺はリードしてあげなくちゃと思うでしょ、ラブシーンは。そうかな。もし私がちかこちゃん立場だったら、まあって思うよまあちかこちゃんもまあと思ったりするけども、いきなり唇が来てまあとは言えないでしょそうだね、先輩の役者さんですし。そうだね。でも仲良かったからね、あの二人はね。そうですよ、うん、はい、だから嬉しかったかもしれない。いや嬉しかったあのラブシーンは照れますよね。俺もうほんまに嫌でしたよ、あの抱きつくだけでも。でもさ、今ちょっと映ってたけど、ベランダでこう、キュッてやるところあったでしょ、あの時にオンエアを見て自分でいい顔してたなって、点数勝ったんだよね。僕が勝ったんですよね、うん、でもあの時びっくりしたのが、僕が本番でほっと振り向いた涙がブワーッと出てましたよね。あ、私が。ほいでびっくりして、あ、すいません、NG お願いしますって NG 出して、あーもう、じゃあ行くよ、ちょっと待って、1、2、ドーンとしましたよね俺あれはびっくりしましたよ、5回いやいや、これはまあ怒るかわからないませんけどね、あの涙はすごかったですよ。俺もうびっくりした。リハーサルからやってくれたらええのに、本番に涙取っとくから。っていうかやっぱり何回もは泣けないだから、一回泣いちゃったりするとなんかもう一回だと嘘っぽい涙になっちゃう。だから雫は流れるかもしれないけど、うん、なんか本当の涙じゃないような気がして。はあ、すいませんでしたね、ほんで NG 出して。だからね、僕ね、あのシーンが終わってからですよ、女性不信に陥ったんですあれ恥ずかしかったですよね、あの新幹線のホームで抱き合うの恥ずかしかったね。あれテレビでははっきり映ってないけど、新幹線の中から全員見とるんですよねそう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 、修学旅行生みたいなやつらがイエーって言って、声は出なかったけどもイエーとか言って、カメラが遠くにあるからカメラないって、私ら私生活であれやってるあれもテレビ、あれも何回もやりましたもんね、新幹線が来るたびに。でもあの顔くしゃくしゃにするのとか、手をこういうふうにやってるのとか台本にはなくて考えたんですよね、必死になってね、あんまり効果なかったですけどね。そうかな、まあまあ僕らは効果あったと思いますけどね、まあ、横浜駅だね。そうです、あれわざわざ横浜駅、あの話をしてもいいのかな実はあの話、あの横浜駅には因縁があって、私たちは一日待ちぼうけを食らいました。はい、待ちぼうけ待ちぼうけずっと待ってたのにさんまさんが来ないの、それで NG になっちゃったんだよね、その日。だからあの今映ったのは撮り直しに、わざわざ横浜駅にもう一回みんなで行ったの。朝起きたら金縛に会いましたよ嘘ばっかり、動けまへんでしたよ、ね、嘘だもん、全然すっぽかししたんだもん。でマネージャーの吉田さんとかは「すんませんね」って言いながらも「天気やな」とか全然悪ぶれてなくて、そんな何回もそんなことしてあるから慣れちゃってとかっていういやあれはほんまに謝ります。本当に皆さん、スタッフの皆さん、どうも本当に迷惑かけてすいませんでした。あの事情を話します、正直に。何、どうして。寝過ごしましたいや本当に寝とって、起きたら12時やったから仕方ないでしょ、本番12時から。そしたらどこで寝てたの。え
家で寝てましたよ。で起きたの12時で、みんなは今横浜へ来て待ってるだろうなって思ったでしょ、はい、それでどうして電話とかはしなかったの。えどうして電話とかはしなかったの。いや待ってる間僕のこと考えられるやろって思ったいや電話したらまたね、でも悪いなとは思った。むちゃくちゃ反省しましたよ。だから謝ったでしょ。それからはそういうことはしてないの。だからあの横浜撮り直しの時にスタッフ皆さんに横浜のシューマイ配ったんですよマジで配ったっけ。一個だよ一箱だよ。だってえあの横浜のシューマイ一箱だよ。一人に一箱じゃなくてみんなに一箱だよ競馬で負けましたほんまに。まあうるさいわ。次はうるさい。 CM よ。さんちゃん、しーちゃん、私の好きなあの場面、ということで今日はね、あの大竹さんの好きなシーンと、うん、僕の好きなシーンと、はい、10話までやりましたよね、うん、その中で何シーンかが好きなあるでしょ、それで自分が出てるシーンの方が好きですね。やっぱりね、それはもう少し人のこと誰が褒めるかいな、大竹さんはどのシーンが好きだった。私は、9話の、初めて泊まりに来た。あ、泊まりに行く前、うん、あの送ったり送られたりとかしてるところ。あそこは力入れましたもんね、あそこはね、嵐の中、そう、夜中のやっぱり3時ぐらい、この、あのね、カメラでは全然嵐っぽくはないですけども、うん、あれ横はね、雨がぶわーっと台風が来るとかいう、そうことでね、大変だったんですけども、うん、その中で雨の降ってない場所を選んでやったんです。そう、もう台風だからもうやめようって言って、大切なシーンにしたいから、うん、お天気のいい時にやろうって二人で珍しくお願いしたんだよね。いつもは割となあなあでやっちゃうけど今日はこのシーンは大切にしたいからって。私たち好きだから台本読んでこのシーン好き、一生懸命やらせてくれ、うん、違う日にやらせてくれって言ったら竹さんが経費がないって言ったんですよねそれでは、見ていただきましょう。大竹さんの好きなシーンです。このシーン僕も好きなんですけど、どうぞ。お前笑うな。だって今の目つき素早い笑うなって言うてるやろうな。聞くせよ。答えろ。これこれ帰ろう、帰ろっと。そこまで送ってく。何が喋ってたから笑顔もこないんで。おやすみ。とうとうキスできなかったね。したがってんやろ。歯が刺さったら困ります。さいなら。さいなら。おい、うち行けんか。うち、けえへんか？
え？いいよ来ても。僕かっこいいですね。自分も見て。今かっこよかったですよね。うん、ちょっとね。いやーかっこいいよ俺。音楽も良かったね。ピラーン、ピラーン。そんな違いますね。いやー改めて僕もこれ部屋で20回ぐらい見てるんですけどね。自分の番組見るの好きだから。でもこのシーンこうして見ると大竹さんまた顔が変わるんですよね。変わるって？いやいや、またこのシーンはこのシーンでまた違う顔するんですよ。 あれは本当に可愛いですよね。すごいドキドキしちゃったの、あの時。あ、そうなんですか。うん、2回ぐらいドキドキしたことがあるんだけど、来へんかって言われて、していいよ来てもって言った後で胸が本当にドキ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 ってすると1回はと定食屋さんで自分が好きっていう気持ちを確認して初めて会う時に、その一瞬パッて入ってきた時にドキドキしちゃったの。普段は全然しないけど、その瞬間的にたまにはドキドキするでしょうか。メイク室が私ワーッと出てきた時ぐらいそれはドキです。うまい。すごいだからドキドキするシーンだった。はあ、そうですか。そういうことあるんですか。僕ら自分のことしか考えてない。そうだね。でもあの顔はちょっと最近ない顔ですよね。そう、あんな顔ええ顔することあるんですか。相手がええからです。俺今今日なんか鶏みたいな顔してるね。ねえ、あなんか顔がやっぱり違うみたい。そうですかね。なんか青春してる感じがあの時。今の顔は普通だから、あの中で私もそうだけど、なんか恋愛とかってなんかいいなって思うけど、普段は違うでしょ、私は。全然違いますもんね。だからいいなって思う。はあ、普段は違う。じゃあ好きな場面はどんな場面。ちょっとこれをお見せしましょうか。はい、僕の好きな場面はこれでございます。そこまで自分本位だとは思わなかった。なんだ全部僕のしかも映ってないとこ僕大好き。一人邪魔されたくないの僕のシーン。これは勝手にスタッフがやったんですよ。僕が選んだわけじゃないですよ。でも好きでしょ自分のところは。こんだけ自分好きなってあきませんね。ね、明石家さんまの大ファンですよ僕。今度不安データ送ったのかいな。大竹さんは自分自身見てどうなんですか。好きなんですか。やっぱ好きなところと大嫌いなところとある。顔とかは全然好きじゃない。どこがあかんですか顔の。そう、え、顔は沢口靖子ちゃんみたいになりたいなとかって思うスタイル。いいな沢口靖子ちゃんは。顔もいいのにスタイルもいいしとかって思うもん。私は顔はシワはあるしスタイルは悪いしって思うから。うん、自分のことよく分かってますね。いやそんなことない。沢口靖子ちゃんに勝てる顔をねシーンごとにするんですよ。これがまた素晴らしいじゃないですか。時々あの沢口靖子ちゃんとあの最後のね、うちけえへんかの顔と沢口靖子さんの全裸とどっち取るか言ったら、それは全裸取りますけどね。いやこれはもう
冗談抜きでね、それはもうしゃあないことですよ。でもね、沢口靖子を超えてます。十分。浅野ゆう子のスタイルだってね、負けてない時はあります。嘘。いや、それは変わりませんからね。まあ、スタイルは変わらんから、どっちことないですけどね。うん、あと僕はね、好きなのはね、あの定食屋のシーンね。ああ、そこは良かったね。ね、最初初めて定食屋で会ったあのシーンなんて、やっぱり、いいシーンですよね。うん、まあ今さっきのあのキャッシュカードのシーンも僕は好きなんですけどね。うんうん、考えたらみんな好きなんですよね。自分のところはね。あのここの番組を今日はね、あの後の5人が見てるかどうかね、見てたら本人たちはどのシーンが好きなんでしょうかね。みんな人それぞれ。私あの自分が出てないところも好きなシーン。どこあるんですか。あの鶴太郎さんと君子ちゃんがお人形でお話しするところ。10話、うん、だから割とキュン、胸キュンのシーンが好きです。胸キュンが好きなんですか。好きですね。次は胸キュンさしますから、うん、コマーシャルです。さんちゃん、しーちゃん、りょうすけのチェック。はい、今度はね、りょうすけのチェック。はい、凌介度って言ったって、そんなに凌介ってね、普通ですよ。普通だもんね。その一応ですね、チェックがあるというんですから、私もですねチェックせないかん、うん、僕は凌介に近いことは近いですよ。男はほとんどあの凌介に近いですよ。優しい、ああいうふうに。優しいよね、凌介。優しい。ただね、あの僕のマネージャーとかいうのはね、うん、愛して、あの時に池上さんと大竹さんと恋をしましたよね。うん、もしさんまさんやったらね、うん、4人とも恋人にしてたでしょうねというね意見が多いんです。いっぺんに何人も好きになれちゃうの僕。うん、はい。それでデートとかいっぺんにとかもできちゃうの。それはできませんよ。違う、だから今日はあの人、明日はあの人っていうふうに。それできないですよ。そんなのこの人って決めたらずっとその人ですよ。でもちょっとは違う。ちょっとだけね。やっぱりそれは男やからね。男なんてみんなそんなもんなんですよ。みんな信用してる、このカメラマン、このカメラマン、このカメラマンも全部スケベはスケベなんですから。そうかな。そうですよ。せやから言ってたでしょ、この緑山の横にソープランドがあったなんてみんな言ってたでしょ。ねえ、男っていうのはね、あの女性が思ってるほどそんなええもんやないやで。でもね、あんまり正直すぎるとね、うん、ダメです。でもね、そんなにね、女性を騙したりね、裏切ったり、うん、そうできるもんじゃないんですよ。僕は誤解が多いですけどね。だからそういうふうにいろいろあっても、ね、いつかは一人の人に会うんじゃない。そういうことでもないの、ずっとそういうなの男の人。いやいや、それはそうです。一人の人を最終的に見つかれば、もうその人をずっと愛して。でも違いそうだね。僕ね。それはもうしゃあない。行き当たりばったりでね。生きていかないしゃあないですからね。凌介のチェック。男性の方、もしよかったらですね、テレビの前で、チェックしてください。それでは行きましょう。凌介のチェックです。どうぞ。川の近くに住みたいと思う。お前はね、酔うと一人で家に帰れなくなるから、酔うと人恋しくなるから。酔うと人恋しくなる。ねえ、あなた奥さんいるの。酔わないよ。じゃあどうして女子抜け中心になるのよ。同棲経験がある。お前なんでそんなもんまで買ってきたの。この間スプーンでご飯作ってたから。あらお前、シャモジがどっか行ったんや。ちゃんと洗わないとダメよ。いつもカプチャなんだから。世話好きな友人がいる。これですか。これですかって、これわしのや。いや、すいません。すいません。ちゃんと拝まれて書いてあるやろうが。すいません。強そうな人にはつい卑屈な態度を取ってしまう。
わ。レストランより定食屋が好きだ。あの本当ですよ。絶対です。はい、お願いします。はい、嬉しいと一人で踊ることがある。あの、これつまらんもんですけど。私に？ええ、ありがとう。いえ、開けていい？いや、ほんましょうがないもんですよ。女性に対しポイントはしっかり抑える。これ、お腹痛によく効く薬やから、これ飲め。変な薬じゃないでしょね。変な薬やんか。これ、うちのおかんが買うてきてくれたんや。親からもらったものを大事に持っている。うまくいった？いった。あたしが頼み事したのなんかごちそうになっちゃってはぁ、あ、そりゃよかった。素敵だった、あの場。あとの方。そう。ああ、そりゃよかったな。あの、モーツァルトかなんかが流れてて。あー、よかったよかった。人の会話にすぐ口を挟む。あ、はい、中山さん、はい、あ、ありがとう。もうそれ俺取ったやつじゃないか。すき焼きの肉を取られるとムッとする。あんな、お手もいてへんのにどうして妊娠させねん。花粉やないか。じゃあ誰が妊娠したのよ。知らん人やって。知らない人が妊娠してたこと貞九郎さんたちと話してたの。いや、したってええやろ。あなた桃子にひどいと思わないの？そのよ、妊娠させたりして。いや、だから関係ないって言って。じゃあ誰よ。桃子ね、田舎に帰ってもう出てこないって言ってんのよ。2人以上の女性から説教されたことがある。今井さんはね、相手の気持ちがすぐ分かってのって言えないとこがあんの。それがあいつのダメなとこだけどね。他人の気持ちが痛いほどよく分かる。僕今人間が好きです。なかなか面白いですよ人間って。いいもんですよ人間って。いいもんだと思う。なんや姉ちゃんか。なんやそれ。あー、びっくりした。加賀真理子さんのような姉がいる。加賀真理子さんのような姉がいるって。加賀真理子さんどんなんわからないですよこれは罰ですよ。いや、めったにいないですからねあの加賀真理子さんがあのこのドラマに出てくれるというので9話だけ出てくれたんですよね。そう、9話。僕はあの加賀真理子さんと朝からロケ、朝からだったんですよ。30分遅れて行ったんですよ、うん、あの時は怖かった怖かった。知らなかったの。知らなかったんですよ。みんな加賀真理子さんがお姉さんだっていうのを、うん、ずっと本番の日まで黙ってたんです。そうそれで誰やろ誰やろと思ってて、うん、車で行って30分遅れたの。あなたこれただまあ朝日眠たりしてええわ。ほんならパッとでどっかで見たベンツが止まってるんですよこれどっかで見たなと思ったんですそしたらあのパワーウィンドウがピーンここまで見た時はあっ加賀真理子さんやと思った。ピーン朝は誰でも眠いのよ。ピーン俺あの時心臓止まる思いですね。でも優しかったよね。加賀真理子さん優しいですよね、うん、でもちょっとディレクターには怖かったけどね清弘さんっていうディレクターの人にね、ちょっと怖かったね。だからそれだけ仕事熱心やということですよね、うん、清弘これがあの我々スタッフのギャグになりましたですよね清弘どこまでやればいいの。あ、だからあのあだから清弘ちゃんと言いなさい。やったからあの言えばっかりだよな。なんかきちんとはっきり言えば許してくれるんだけど、うん、言わないとバカみたいとかって、ね、あのね、清弘さんもかわいそうなのは清弘さんがあの入った時に加賀さんがドラマやってまだ
新入生でね、TBS に入ってきて、うん、もうカチカチの時に母さんと会うてやるんですよ、うん、だから余計清弘清弘って言われるんですよね。まあ仲がいい証拠ですけど涼介とチェック、これはね、途中サンマのテストみたいなとこありましたですよねでもね、今やってみて意外と少ないんですよ。これこういう結果になりましたですよね。1、2、3、4、5、6、7、7つしか丸がないんです。はい、これは2人以上の女性から説教されたことがある丸、ね、っていうのはなんで説教された、え、なんで説教されたの、え、2人以上の女性から説教されたことがあるっていうのはなんで説教されたの。今日そんな番組はおまへんがな昔でんがな、人の昔ね、うん、昔ちょっといろいろね、僕の彼女と彼女の友達に、うん、あの説教されたことがあるんですよ。悪いことして、ちょっとねなんかそれだけで分かったような気がする。腹立つのが、あの友達の方が偉そうに言うの腹立つですよね。あ、僕は彼女にね、何あなたって言われるのはいいけど、うん、あんたね、どう思ってんのとかそういうことは、なんでお前に言われたかわかんない思いつつこっちが悪いことしてるから、ごめんごめんとか言ってね謝ってる自分も情けなかったですけどもね。そうだね、何、人の会話にすぐ口を挟むっていうのは分かるような気がする。自分のことを言われてるんじゃないかとかって思うでしょ、すぐどういうことですか。だから誰かこう話してると、何やろ何やろっていう感じなんですね好きなんです、喋るのがね。そう、大竹さんもそうですやんか。せや、メイク室で口紅取ってって言った時に、知ってますか、え、池上さんがすいません口紅って言ったら、え、呼んだって全部自分や思ってるでしょあ、綺麗になったねとかって言われても、自分かと思った時、強そうな人につい卑屈な態度を取ってしまう、これはもう国民ほとんどですよねこんなも強いやつに歯向かってどうするんだ私が言いないですよそんなもしなく、なんかよくね、友達飲みに行ったら、あの怖そうな人いてるでしょね、強いやっちゃう、あの奴ら、おい、サンマ、撃てとかそういえば、この間、ジミーさんがエレベーターの中でやっちゃんに殴られちゃったとか。そうですその時、もしいたら助けてあげた。いいえ、知らんぷりしてるそりゃそうでんがな、ひどい。私、水だけのことあるんですよ、やっちゃんに。どういうふうに、それ歌歌え言われて。どこで、いや、スナックでんがねそれで、あ、それだ、じゃあ1曲歌いますわ、言うてさよならは5つの日ながら歌ったんですよ、私忘れもします、さよならは、歌下手でんがな、うん、おい、やっちゃん、酔うてまんがな、うん、水割顔にバッとかけて、俺は真面目に歌え、真面目に歌うとるよえ、それで怒ったの、それでどうしたの、何が、その後どうしたの、ありがとうございますって言ってたのもう怖いこと、怖い冗談も言いますからね。前ね、やっちゃんと一緒にね、うん、車に乗って仕事行ったことあるんですよ、ね、そういう仕事、そうです、もう見るからにやっちゃんなんです、うん、ほら車に乗ってね、おい、さんま、わしの仕事何か分かるか、や、見たら分かるんですようわ、なんや、言うてみ、あの、ブティックが何か聞いてるいろんなことありましたですね。これは涼介のテストというのはですね、15から11、あなたは涼介です。あ、やっぱりや。え？6から13まです。はあ、えらいもんやな、これ。合ってたんだ。そう、もう合ってたんですよ。ね、あなたは君明です。あなたは貞九郎です。というね、うん。こうなってるんですよ。嬉しいと一人で踊ることがある。大竹さんなんかもあるでしょ？一人で？ええ。お部屋で？うん。ないよ、そんなこと。嬉しいことあったら、やっぱやったやったとか言いません？うん、ちょっと、このぐらい飛び上がるぐらいそういうことあるんですよね。これ酔うと人恋しくなるっていうのは僕はペケでね、酔わないで人恋しくなってるという、川の近くに住みたいこんな問題ありますか、川の近くに住みたい俺別に川じゃのうてもね、別に普通のとこでいいですけど、川が台風の時溢れるでしょう、だから川の近くはあんまり選ばない、同棲経験がないんですよ。あとこれもすごい合ってると思う。どれ、ね、他人の気持ちが痛いほどよくわかる、罰っていうコマーシャルです。いやー、もうね、お別れの時間が来たようですよ。ねえ、早いね。早いんですよね。男女7人夏物語がですね、なんと秋に
やることが決定いたしました。もうそう言っていいの？そう言っていいんですよ。でもどうなるか分かんないよ、ね、それはどうなるか分かりません。大竹さんが断るか分かんないし僕が突然芸能界から抹殺されるか分からないし、ねえ、またね、秋に大竹さんよかったらそうですねお会いしましょうね。そうですね、ね、あの一緒にまたね、どういうメンバーで、うん、どうなんのか楽しみですよね、うん、あの後桃子が一応海外へ行ってますからね、うん、それを帰ってきてから始まるのか帰ってくるのかな帰ってこないのか ね、 それとも全く違う男女7人で始まるのかねでも違う男女7人はないでしょうねでもこう今までの見てたらやっぱり面白かったですね。面白いですよね、うん、結構楽しかった。今日我々も視聴者の立場でですね、うん、見させていただきました、うん、今日本当に慣れないトーク番組ごめんなさい、なんかいやいや、ありがとうございました無理やり引っ張り出したみたいで、うん、今度は完璧なバラエティに行きますのでぜひどうぞよろしく。加藤ちゃんケンちゃんだけやなし、はい、違う方のねというわけで秋に会えたら、ぜひ会いましょう。それではさよなら。さよならさよなら。そろそろゲートへ行かなあかんちゃうか。お客様お客様、ゲートへのお時間です。お願いして。平気な顔して。平気やないよ。私が行っちゃうからせいせいしてるんだ。気分すっきり。すぐ女探そうと思って。お前が行った後ここで探そう。嘘や。嘘。行きたくない。え？行きたくない。何を言うてんねや今さら。怖いんだもん。何が？自分の気持ちが。え？凌介さんの気持ちが。半年経ったら何もかも変わっちゃうかもしれないじゃない。今どんなこと言ったって何がどうなるかわからないじゃない。人間なんてそんなもんじゃない。大丈夫や。大丈夫じゃない。ちゃんと待っといたる。お前もちゃんと帰ってくる。もっと自分を信用せえよ。俺も信用せ。人間ってもっとええもんやな。Thank you.
ございます。どうも。こちらです。よろしく。こんにちは。今から。